はい、どうも、つららの自主練部屋へようこそ。えー、今日はですね、これ見ての通り、すみれです。皆さん、すみれをしっかり見たことありますか可愛らしい花でね、前からスケッチしたいなと思ってたんですけどね。散歩の時に、あの、ちょうど今ね、いっぱい咲いてるんですよ。山、山のところに。でね、結構こいつ、可憐な姿してるです、してるですけど、あの、狂人でね、 あの、こうやって水耕栽培みたいに、<coughs> えざら絵皿に水を溜めて、ごめんなさい、ちょっと今日風なので、たまに音声が乱れるかもしれませんけど。根っこがね、張り出してね、地上から浮き上がってるようにね、咲くんですよね。だから取ってきたんですよ。数株。で、これね、ハンダ用のね、ピンセットでね、普通のピンセットはこう、力入れた時につまむじゃないですか。で、離したら緩むんですけど、これ逆で、なんもしない時に挟んでて、あの、ギュッと、 力入れると開くっていう、ハンダ用のね、ピンセットなんですけど、あれでつまんで、ちびきましてね。邪魔しに行きます、いつも。つまんで位置を決定してね。これ日本画のスケッチなので、日本画というとね、もうスケッチ命なので、このスケッチ元に日本画の構造を探るっていうことやから、しっかり構造ね、どの角度から見たらスミレが一番綺麗に見えるかね、構造を練ってから位置決めして、 えー、半紙ですね、これ、金用半紙です。天ンというやつですね。これに、えー、筆。これは中国のね、これどこのやつやったかな上海工芸さんのやつかななんやら、社官っていうんかなうん、ちょっとよくわからんけど、穂先がすごく効く。穂先だけおろして使う小筆です。これでやたっててで,ですね、えっ、ー、と、隅は日本画用木液を染み込ませてあってね、あの、出し目みたいなのに。それをつけながら、線画を描いていきます。 あまりね、あの、日本画のスケッチっていうか、あの、筆でね、スケッチする人しな、あの、いなくなったんですけどね、僕結構これを継承していこうかなと思ってね、ちょっと使っています。知らん。旦那さんの方は何してる人か知らん。まあ、筆でスケッチする人って言ったらもう昭和のね、あの、前半、昭和入ってすぐぐらいにも鉛筆とか万年筆とかいっぱい出てきたのでね、あの、いなかったんですけど、まあ、最後で言ったらあのね、 カジタハンコの門下の、えー、前田清孫先生やとか、小林古径先生。ごめんなさい。こうやってたまに覗いてます。近くで見ないとわからないところがあるんですよ。はい。細かいところまで写しておかないと、このスケッチだけなので、元にするのが、日本画学の時はね。<laughs> 右から左から <laughs>、たまに顔が覗きますけど、すいません。で、かじたはんこのね、えー、小林古径前田清孫さんぐらいまでは、結構和紙にね、 こうやって筆でスケッチしたんですけど、トギューさんぐらいになってくると、もうね、鉛筆になってきて、トギューさんは特に鉛筆じゃないと、あの、筆は変な癖が出るって言ってね、筆でスケッチしなかったみたいですね。でもね、あの、そうは言うんですけど、確かにね、癖出るんですよ。打ち込みとか払いとかがあるんでね、筆は。でも鉛筆のようにこうやってね、使うこともできるので、細い線でね、なるべく、あの、輪郭線を描いていきます。 まあ、鉛筆で書きゃええやんって話なんですけど、僕ね、筆のスケッチがすごく好きで、筆に慣れておいたら、あの、日本画の時もね、線描命なので骨書きの時とかね、綺麗な線が引ける。まあ、練習みたいになってるんじゃないかなと。このスケッチの時に。なので、最近ちょっとしてなかったんですけど、あの、家でゆっくりスケッチできる時は、やたての、え、スケッチをすることが多いですね。キリッとした線なのでね、面白いんですね、この後の着彩が。 はい。ごめんなさい。ちょっともう今日も。<laughs> 熱はね、下がったんですけどね。昨日めっちゃ寝たから。もうね、ダルーってね、喉が痛いし。久々やこんな風邪ひいた。僕ね、年に一回ぐらいしか風邪ひかないんですけどね。免疫力高いから。こんな前半にね、来たらまた、もう一回引くんやろうかな、今年。はい。これで元彩で色をつけていきます。僕、元彩で持ってる色がや、なんと8色。<laughs> 少ないですね。めっちゃ鮮やかな色を。 あの、ピンクとかね、黄色系欲しいんやけど、ちょっとね、バラで買えるとこが今ないので、うーん、この画材屋行ったら買おうかなと思ってます。ま、手持ちのね、白群とか、え勾配かな違ゃ違ゃ、え陽光かなそんなんを混ぜながらスミレのこの色ですよね。この紫、綺麗。これを塗っていきます。この金用半紙はね、水を弾かないし、 染み込ましもしないので、ちょうどええ感じでね、塗っていけるんですよね。これで、えー、塗るときもですね、ベタっと塗らずに、あの、軽く、さささっと履くように塗るところと、じ、じっくりこう、え紙、ー、に染み込ませるように強く再色する部分と分けて、塗っていきますね。で、ちょっとね、あのー、実物より大きく描いてるのもそうやし、あのー、色はね、鮮やかに塗っておくことが多いですね。 なんか、パッと見たときに、こう、スケッチでも、こう、なんていうか、作品として見応えがある、あの、巨匠のね、スケッチとか見てると、ほんとそうなんですけど、スケッチの段階でも作品として成立してるんですよね。美しい。で、パッと見たときに、ああ、綺麗やなって、思うぐらいのスケッチを残しておかないと、なんか、こう、制作するときにね、気分が上がらないんですよね。あの、後で、そう、なんていうか、日本画って特に、油絵とかと違って、そのまま、そのものズバリを描く、絵画っていうか、描けないので、 絵の具が混ぜれないし、どうしても抽象的になってくるんですよ。なので、あの、実物に似てるかどうかっていうのは本当関係ないところがあるので、あの、なるべく、まあ、実物みたいに描いておけばいい,い,いんやけれども。いざ作品にするときっていうのは、色から形から結構デフォルメ、自分の見たように、思ったように描いていくことが多いので、あの、そこまで。 ま、形とかはね、もちろん特徴とかしっかり知る人いた方がいいですけど、そこまでね、こだわってやるもんじゃないんかなと。だから色はね、軽めに明るくつけてますね。シンプルに。では、あの、こう、葉脈をこう、塗り残すように彩色してみたり、うーん、なんていうかな、その、日本画にするときにどういう情報が必要になってるかっていう、なってくるかっていうことは常に考えてやっててますね。 だから、あの、細かく描いてるとこは、その、裏派のところ、ちょっとね、緑だけじゃなくて、ちょっと赤っぽい、ここね、エンジ色っぽい色が入ってるで、そういうところも、この細いね、茎のところも、ちょっとエンジ色っぽいとこが入ってるんですよ。これもね、え、逃さず描いていきます。こういうところは大事になってきますね。うーん、こういうのは <laughs>、ごめんなさい。スケッチじゃないとね、なかなかと、あのー、つかめないところなので、写真とかやとね、どうしてもね。 うん、やっぱ五感で働かして、記憶しながら描いてってるからかな、スケッチは。写真と違うのはね。で、ほんまにスミレ元気でね、まだ咲いてるんですよ、この、まあ、僕手前にあるんですけどね、テーブルの。まだ咲いてるから、もうちょっとスケッチしようかなと。うん、枯れるまでって思ったけど、全然枯れないので、なんやったらもう植え付けたろうかなと思うぐらい。ね。綺麗やろでもこの、なあ、なんやろ日本っぽいっていうかな、これ立ち壺、スミレやったかな つみもいろいろ種類があるんですよ。この葉っぱがでも僕好きかな。細長いのもあるんですけどね。あの紫が濃ゆくて。で、なんかこの淡い薄紫で、この丸い葉っぱ。これが僕はやっぱ好きかな。うん。こう葉脈もちょっと赤っぽいので、えー、そこも忘れず。こういうポイントになるところは、え充、ー、実にしていきます。で、そうそう完成かな。これ日本画にしたら絵で多分。その大きい作品にはなりませんけどね、もちろん。 やってみようと思います。楽しいな、やっぱスケッチっていうのはな。うん、なんか、何も考えなくていいじゃないですか。ほんと自然と戯れて、自然をそのまま映してるだけでいいので、何にも、作家性も何にもないし、見たあんま書いていけるっていう。楽しい。このね、お花、お,お、おしべか。おしべんとごこ書くのも楽しいわ。黄色をね、ちょんと。ねそれで締まるもんな。あとこの筋ね、ちょっと濃い紫で。 そこだけを、可脈っていうのかなそれがね、濃いんですよ。これ書くだけでグッと締まります。はい。穂先のところだけを使って細く描いていきますね。はい。完成です。これでね、1スケッチだけです。1方向から。ちょっと大きめに書いてます。今実物出すんですけどね。はい。こんな感じで見比べてどうでしょうか。色も明るめになってるし、ちょっと大きくな,なってます。 こんな風にいつもスケッチして。またね、いっぱい書きましたね。最後に出てくると思います。また見てください。最後までご視聴くださり。ありがとうございました。またお越しやすです。